1972年のヤクルトアトムズでは、1972年のヤクルトアトムズの動向をまとめる。この年のヤクルトアトムズは、三原治監督の2年目のシーズンである。三原治監督、中西太氏ヘッドコーチ体制になって2年、しかし依然として低迷が続き、特に6月21日の対応戦では2アウトから11点、取られ、 二日後の二十三日の巨人戦では一イニング十三点を取られるという散々な状態で、六月には広島と再会争いを演じた。投手陣はチーム防御率は3.73とリーグ再会に終わり、543失点はリーグワーストだった。しかし終わってみれば四年ぶりの4位、に、安田岳が新人王と最優秀防御率のダブル受賞。 そして2年目の若松勤が、ここ数年巨人の長島修行と、大沢春に独占された、首位打者となり、新たなスターが誕生した。打撃陣は、チーム打率が、254とリーグ1位で、102盗塁は、巨人と、同率1位だったが、打高傾向の中でも115本塁打とリーグ再開、またリーグ再開の114失策と、 エラー絡みで失点するパターンも多く目立った。カード別では3位の中日や対応などに大きく勝ち越したものの、優勝の巨人には8勝17敗1分、2位の阪神にも8勝18敗と両球団から16勝しか上げられなかった。ありがとうございます。